小学4年生から6年生が対象の即席麺を使った創作レシピコンクールが開催されました。全国から選ばれた14人の小学生が美味しさや独創性などを競いました。文部科学大臣賞に選ばれたのは、味噌味のスープに牛乳やアーモンドなどを加えたカルシウムたっぷり牛乳ラーメンでした。